第4代アンケスティーバン公爵第4代アンケスティーバン公爵ロバート・バーティーは、グレートブリテン王国の貴族。1756年から1758年まで、ロバート・バーティー教、1758年から1778年まで、リンジー公爵の儀礼称号を使用した。第3代アンケスティーバン公爵ペレグリン・バーティーと、メアリー・パントンの次男として、 グリムスソープで生まれた。ー・ペレグリン・トマス・バーティーが1758年12月12日に死去すると、リンジー公爵の儀礼称号を継承した。イートン・カレッジとケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジで教育を受けた。1776年5月9日に第7、不評連帯の注意になった後、アメリカ独立戦争中の1777年に、北米で、 志願兵になった。1778年1月20日、第15不評連隊の大尉に昇進した。1778年8月12日に、父が死去すると、アンケスティーバン公爵の爵位と林間者アトーと、式部教の職を継承した。式部教の職が、分割相続される前では、最後の在任者となった。1779年2月12日、 数密顧問官に任命された。生涯未婚のまま、1779年7月8日に、昇降熱により、グリムスソープで死去、エデナムで埋葬された。式部教の職とウィロビーデ・エレスビー男尺の爵位は、妹プリシラとジョージアナの間で、停止状態になり、それ以外の爵位や官職は、オジブラウン・ロー・バーティーが継承した。第四代アンケスティーバン公爵には、 スーザンという書室の娘がおり、彼女はバナスタータアルトンと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。